一人の男が莫大なマネーを動かしている。関西大の宮本克弘名誉教授は、2024年のドジャース大谷翔平投手の経済効果は約865億1999万円と試算。大谷がスポンサー契約を結べば、球団と日本企業の契約も増加。スポンサーは、国内外85カ所に広告を出向するなど、 大谷効果は絶大。ファンも大谷翔平という個人がもたらす経済効果のデカさに驚かされるばかりだわ、と驚愕している。画像、すごい量だ、嘘だろ、米ファン業店、大谷翔平に用意された、1080億円契約の理由を裏付けるシーングラウンド以外でも動くお金が凄まじい。 エンゼルス在籍時の2023年の経済効果は約504億円。ドジャース加入で約1.7倍となった。ドジャースが観客動員数が MLB1 位であること、米国のインフレとドル高、円安が進んでいることも理由として挙げられている。大谷だけでなく、ドジャースにもその効果は及んでいる。球団は4月以降、ANA、全日本空輸、 東洋タイヤ、工は、ダイソー産業、日本管材センター、高生、木下グループ、THK、ヤクルト、築地銀だこと10社の日本企業と契約。本拠地ドジャースタジアムには日本企業の看板が並ぶ。株式会社伊藤園はニューヨークのタイムズスクエアをはじめとした、国内外85カ所以上の屋外広告ジャックを行うと発表。同社は、 当社では国内外で一堂に屋外広告ジャックをすることは今回が初めてかつ最大規模の取り組みですと発表。大谷と契約したからこそ実施できる一大プロジェクトだ。ドジャースと10年7億ドル、約1083億円で契約。そのスター性もあって、大谷の周りではたった1年で契約額に違いお金が動いている。ネット上のファンも 経済効果が発表され、凄す,すぎる。まだまだ日本企業は参入する思います。本当に土軍にとって大谷さんはお買い得だったのかもしれませんね。10年10億ドル払っても10年もかからずに元は取れる、と注目。大谷効果、は止まるところを知らない。